クラブによって左足の使い方が変わるかどうか検証してみます。皆さんこんにちは、原田ゴルフ原田修平です。いつもご視聴、ありがとうございます。まあ、全国の、ね、方々、たくさん見ていらっしゃると思うんですが、この度ですね、まあ、全国の中で、成田の方ですね、にて、レッスン会を実施したいなというふうに思っております。場所はですね、富里インターゴルフという練習場になります。ここに去年の2018年に、12月に、ね、リニューアルしたということでですね、非常に綺麗でですね、トラックマンなんかも置いてあってね、非常に素晴らしい練習場でございます。そこで6月の10日と11日の2日間行いたいなと思っております。1回のレッスンで3名の、まあ、グループっていうか、その中で個別のレッスンをしていくような形で、それを何枠も入れてあるんで、もしその時間に合ってですね、お時間がある方はぜひとも参加していただければなと思います。でエントリーしていただいた方は、まあ、SNS なので私にスイング動画を送ってください。でそれで私、参考にして、その時のため までにその、送ってきたスイングを研究しておきますので、そういう形でレッスンを進めていきたいなと思っております。というのもですね、まあ、僕のチャンネルを見てですね、いろいろ質問ある方、あとですね、簡単にこう動画ではね、できてるように見える私の動きがですね、実際やってみると全然できないっていうね、でそういう方、悩んでる方いっぱいいて、コメント欄で質問等があるんですが、まあ、質問はね、なかなかすぐ返せないんですが、まあ、返してもですね、なかなかそれを実践でやってみると、なかなかできないっていうね、方が多いので、そこら辺のですね、疑問、質問をね、きっちり答えていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひとも、成田でのレッスン参加してみていただければなと思ってます。詳細は原田ゴルフ .jp 公式サイトの方から調べていただいて、お知らせ等、あとブログのというところを見ていただくとね、成田でのレッスンって書いてますんで、そこから調べてエントリー申し込んでみてください。ではぜひとも参加してみてください。よろしくお願いいたします。クラブによって左足の使い方が変わるという話ですけども、これはねヒールアップヒールダウンの話ですね。バックスイングで左足をアイアンで上げるのか上げないのか、でドライバーでは上げるのかね、よく質問を受けるので、それに対してのお話ですね。まあインパクトの時の下半身の安定した時の左足、アイアンっていうのはね、こういう風に左に体重を乗せてインパクトをしたいので、よく左足体重でインパクトをしようっていう話になります。ってことは、あまりヒールアップをしない方がいいっていう話が出てきますね。左足をバタつかせないで、少し上げないようにして腕とかね。で、よりそれは顕著なのがウェッジなんですね。ウェッジショットだともうかなりダウンブローに出たいので、もうかなり左足体重に、体重を集める。ボールのポジションも少し右寄りになるんですが、少し左側に体重を乗せたままなので、左足どうでしょうか。ほとんどヒールアップしないでスイングしているのがわかると思います。まあ、それでよく言うのがウェッジとアイアン、もしくはドライバーですね、スイングを変えなければいけないのかっていうねお話になってくるんですね。まあ、こうやってこのように左足の動きというのは非常に、あまり動かない、形になると思います。でこれドライバーですね。ドライバーの左足見てみましょうか。そうするとドライバーの場合はワイドスタンスになり、どうでしょう、ここで左足上がりますね。で上げてですね、きっちりと捻転ねじる、上半身をしっかりとワインドアップねじって打つ。まあ、結果的に左足が、まあ、体の柔軟度によって上がる、上がらないあるんですが、やはりアクションはあるはずです、このようにですね。で結構ヒールアップをし、腰がきっちり回って右足に体重を乗せて、その後にウェイトシフトでヒットすると。まあ、このスイングの変化というのは実際意識してやっているのかどうかというね、そこら辺の説明、お話をの詳細ねしてみたいなと思います。
これはね、意外に思う方もいるんですが、別に意識してないんです。このように片足になってみてください。そうするとどうでしょう。右にずれてるのがわかりますか。片足に上げる瞬間、一回重心がずれてから左足が浮いてるはずなんですね。ドライバーは下から入れたいんで、どうしてもそういう形になる。逆に言えば、このように重心がこっちにずれてると左足って上がらないんですね。左に重心がずれてると左足上げたくても上がらないんです。だこの状態だと上げようと思うと上がらないんですよ。やってみるとわかりますけどね。ですから、アイアンとかやや上から入れたい時というのは、重心を真ん中に持っていけば左足の上がる量っていうのはこれ以上上がらないんですね。上げようと思っても上がらないです。ですから、真ん中に重心を置くとヒールアップは抑えられるということですね。まあ、至って単純な話なんです。で、アイアンでこのようにヒールアップしてしまうと、右足重心になるんで、これダフるんですね。だから真ん中重心かちょっと左。まあ、上地なんかは特にですね、ちょっと上地にしてみたいと思いますね。まあ、特徴なのは上地とドライバーなんです。上地とドライバーで説明してみたいと思いますけど、この上地の場合はこの左足体重。そうすると、もう左足上げようと思っても上がらないんです。この状態から上げようと思ってもね。浮こうと思っても重心がもう押さえつけられている状態、軸が左に少し傾いている状態なので、上がらない状態になるということが言えます。ですから意識的に上げようとしてるんです。スイングは変えてない。でも変わってしまう。アドレスを変えると変わるというのがスイングのメカニズムというかですね、謎の答えですね。左足が上がる上がらない謎というのは、自分で上げようと思ってはいるんです。一つのスイングとしてウェイトシフトは必要なので、ただ軸がずれている、軸の傾きですね。左に軸が傾いてたらヒールアップしようがない。ドライバーは右に若干軸を傾けてヒールアップしやすくしておく。そうすれば右軸になるので、ナチュラルに左足がヒールアップされるというふうに考えると分かりやすいんではないでしょうか。だから全部同じ構えじゃないんですね。ドライバーは少し右側に体が傾いている。ウェッジとか、ショートアイアンとかは左サイドに傾いている。だから、ヒールアップしないということがわかるんですね。ではですね、スイングを比較してみましょう。ウェッジとアイアン、ドライバーですね。ウェッジの場合はどうでしょう。ほとんど左足の動きが少ない。重心の位置がやはり少し左に傾いていることにより、まあ、ほとんど真ん中にある感覚のままですね。で左に重心をかけながらインパクトしていく。バックスイングではね、あまり左足を動かさないというスイングになるんです。でドライバーは右軸っていうのはこうアドレスがもう右に傾いているので、そこで体重移動することによりこれはもうヒールアップしてしまうんですね。このように左足に体重が乗って、右足ですね、右足に体重が乗って左足にしっかりと一回ヒールアップしたものがここで重心移動。ここで、まあ、その、踏んだ足を蹴り上げるときに、ちょっと、こう、ジャンプするような形になります。で、比較になります。ここでもう上がってますね、ドライバーね。アイアン、ウェッジは上がらない。体の、こう、回転の量が違いますね。これは別に、そうしてるんじゃなくて、アドレスがそうだからなんですね。軸の傾き、左重心か右重心かで、アドレスがそこで、違いで変わるんです。これで左足、ドライバーの場合は右側の方ですけども、左足が上がってますね。ここで踏み込む量、足の使う量が少ないですね、ウェージの方はね。このように左足の動く感覚が、全然変わってくる。やや傾いてインパクト。まっすぐでインパクトがウェージですね。このように、スイングに違いが出てるのがわかると思います。何度も見てみるといいと思います。まあよく、ドライバーが良くてアイアンがダメとか、アイアンがいいけどウェジがダメとかですね。まあ、傾きは、まあ、3つの方向で考えてください。ドライバー、アイアン、もうちょっと傾いてウェジとかね。これだともう完全ウェジですね。このように重心の位置で変わってくるということを理解して、見るといいと思います。それではね、ヒールアップ、ヒールダウン、左足の使い方、まとめになります。これは重心の位置で左足が上がるか上がらないかがわかります。右重心になると左足って上がるんです。で真ん中にあると左足上がりようがないんですね。上げたくても上がりません。やってみるとね。ですから、まずヒールアップしたければ右足重心になることです。ヒールアップしたくなければ左重心になる。ただ単純なことなんです。ウェジとかは左足動きたくなければ、もう初めから重心をこっちに寄せておけば、これで左足が動きようがないんで、これでバックスイングしていただければ、このぐらいしか動きません。上げようと思ったら軸を重心を右に ずらさなきゃいけないということです。この重心のまま打てばね、ウェッジのスイングというのは完成するんです。ですから左足体重、でスイングする。
ことの方が重要です。左足を動かすなっていうよりですね。逆に言えばドライバーは右足にしっかりかけろと、体重をかけろといえばこのアドレスを少し右に傾いていただいて、で重心を右にずらした状態、ワイドスタンスですね、少しスタンスを広げて、そしてそうすれば自然に左足はこのように上がるということが言えます。ヒールアップからの踏み込みで捉えることでドライバーの飛距離、ヘッドスピードが上がる、ウエイトシフトですね。スイングを変えるというよりは、この構えを変える、この重心の傾きで足が上がる上がらないが決まるということで考えてみると非常に分かりやすい、簡単ではないかなと思います。ドライバーが調子良くてアイアンが調子悪い、そういう時はアイアンも右側に寄ってたりする。逆に、アイアンが調子良くてドライバーが調子いい時、それは左に寄りすぎてる、そのように重心の位置でね変わってくるので、皆さんそこら辺をチェックしてみるといいと思います。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。